までもルビルとラブにもめげずに負けないで応援するから立ち向かって感じはセルフ周りなんて気にならないほど自分で知らぬか Yeah 歓迎励め俺頑張れ俺I especially for you こんばんは、マイクアキラです。マイクアキラのマイキス受け取ってブチブチブチイエーイ始まりました。ありがとうございます。あ、すいません。今日は、まず最初にあ、これこちらです。はい、あ、起きすぎです。こんくらいです。ありがとうございます。今日は新曲を作ってきたので少しだけ披露したいと思います。今かかってるのは YouTube で聴けるエクスチェンジという曲で、エクスチェンジ X、多分切り替えって意味で心、頭の切り替えをどんどんしていこう。そうすれば落ち込んだりした時に切り替えていけばいい風になっていくだろうっていう曲なんですけど、新曲できました。新曲まずはちょっとつまんないかもしれないですけど、歌詞を聞いてもらいたいです。一番だけ読みたいと思いますんで聞いてください。あ、こういうこと言っちゃいけないですね、すいません夢だけを見つめていたあの頃、今も俺は変わらず追尾している。子供の頃と全く変わらねえ当たり前、叶えるまで夢心地静まらねえ。他人芸よりも強く get away ゲートウェイ開いて発信する。夢のためだったらできること何でも挑戦はい、コンスタントリーに曲も創作、コンスタントリーにですね曲も創作してきました。あ、ミツコバレジェンド、レジェンド言わないで嬉しいけど、なんか、いいよ。ありがとう、ミツ、おはようございます。よろしくお願いします。そう、コンスタントリーに曲も創作してきたわけなんですよ。で、結構傑作、王者のような剣幕で傑作ができて、罪はあれど、冷たく、ごたく、並べている、キックバック、シック、ハック、したって引く、ラインナップ、いく、ダディダディ、しながらラッピン、まるでシークザローチ、まだ、八分咲き、バーッと、進歩する毎日、イエット、アイハバ、でっかい夢、ついき、いきます。ついに生配信できた俺、マイクアキラ、アストロメルヘンのビートで、ヒートアップよ、配備するカミナップ、掛け声はこれだ、リビンナップ、タッパッカッパ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 イ、この感じの歌詞で、サビがですね、えいえい、おー、あ、すいません、タイトル言うの忘れました。AAO っていう曲でした。AAO、夢のためにやってやれ。AAO、夢を叶え、栄光あれ。A、夢の夢。A、かすまず。If we are old man, I'm a dreamer。おじいちゃんになっても夢を追い続けるぜ、っていう曲です。じゃあまず、あ、コメントありがとうございます。めっちゃ良い曲です。まだ流してないっすよ。3つコメントありがとう。じゃあということで AAO 聞いてください。あれ流れない。あ、 AAO 流れます、すいません。でかい、
夢だけを見つめていたあの頃、今も俺はからつい子供の頃、これ少しだけ聞いてください。当たり前叶えるまで夢ここ沈まない。他人がよりも冷たくやろうわい、ゲートは開いて発信する夢のためだったらできることなんでも挑戦。コンスタントリーに曲も創作、結構傑作オーダーのような剣幕、罪はあれよ冷たくごたく並べている。キックバックシックハイしたって引くラインナップ、いくやりたいしながらラッピング、まるでシックだろうちまだ始めた気。この曲なんですけども、これは AAO という新曲です。旅まで聴いてください。行くぜ。いや、この続きはまた次回ということで、かっこよくないですか？僕は気に入っている曲です。ありがとうございます。コメント、3つありがとうございます。めっちゃ良い曲です。ありがとうございます。じゃあね、今日はね、いい言葉を見つけたので、覚えてください。Especially for you。 皆さん知ってるかもしれないですけど、特別なあなただけに Especially for you。 この言葉をちょっと今日は今日の一言ということで、 Especially for you。 常に僕はそういう気持ちで人と接していますっていうのは本当か分かんないですけど、じゃあ次行ってみよう、次行ってみよう。電話コーナー、イエーイ。じゃあかかるかな。じゃあ藤沢の友達に連絡してみたいと思います。もしもしもし。どうもです。こんばんは。こんばんは。どこにいるの今？今ね、オッパーラに来てるよ。オッパーラ、あ、5月4日にライブをやるというオッパーラだね。そうです、そうです。あ、マイクアキラのライブがあるという。そう、マイクアキラさんがライブをやっていただきます。やっていただきます。そんな風に言っていただいてありがとうございます。なんだっけ、あ、俺江ノ島のオッパーラというバーになるんだよね。カレーバー、ダイニングバー。ダイニングバーって言うんだ。うん、そう、そこに来て今日は打ち合わせ。そう、打ち合わせ。おー、ナイスですね。打ち合わせをしてきたよ。してきたよ。いいね、ラップ長じゃん今日。飲んでるのも。いや、そんな、違う、飲んでないよ。飲んでないの。藤沢どう？盛り上がってる？藤沢はね、まあ、相変わらずな感じですよ。相変わらずな感じ。どんな感じじゃ、はい、よく知らんぞ、まだ。一回しか行ったことないぜ。あ、そうか、そうだね。説明してくれ。子供たちが、うん、お母さんに自転車に乗せられて、うん、あちこち飛び回ってるぜ。あー、いいね。活発だね。うん。子供は多いぜ。子供さんが多いのね。うん。子供さんが多い。うん、子供が多くて可愛くて、お母さんも可愛くて、うん、あおー。おーみたいな。おーな人が多いわけね。あ、そうそう、ところで、来週だっけ、外国行くんでしょ、ガトー君。そうそうそう、行くの。フロックさん。うん。遊びに。3月1日に。どこに行くの？パフュームの台北。台北。台北に、パフュームを見に行ってくるぜ。パフュームを見に、台北に、パフューム、台北っていうのは台湾って言ってたよね。台湾。俺知らなかった。パフュームを見に行くのね。そう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 。パフューム好きなんだ。そう、パフューム好きなんだ。あれだよね。
振り返すなんとかたってポリリズムっていうのだよね。そうあれいい曲だよね。いい曲だよね。かわいい子だよもんね。パリオス、うん、ミニコード好きなんだ。笑えるね。何？見に行くほど、外国に見に行くほど好きなんだ。いや、なんか、兄貴が、うん。思い出作ろう、つって。思い出作ろう。そう。うん。作って、パフューム、ああ。ライブに行こうって。ああ、なるほどね。うん。そうだよね。思い出作らないとね。そう。なんか、思い出作る。おいっ子も行くよ。あ、おいっ子さんと一緒に行くのね。そう、3人で行く。ああ、楽しみだ。うん。へ、台湾のこと俺全然知らないんだけど、どんな国なの？なんかね、結構、ビールが安くて。ビールが安い。うん、ビールが安くて。あと、なんか、結構みんな、おとなしい感じらしいよ。おとなしい感じ。ああ、うん、街の方が。町の方がおとなしくて、つって。ああ。ビールを安くてうまいらしいぜ。ああ、そう。ビール飲みながら歩けるの？飲みながら歩けるんじゃない？大丈夫。ああ、そこまでは大丈夫なんだ。うん、多分大丈夫だと思う。へえ、瓶ビール持ってね、ボトル持って歩きたいね。うん、歩きたいよ。いい感じらしいよ。へえ、行ってみたいな。友達に聞いたけど。うん。うん。え、また写真とか送ってよ。あ、わかりました。了解でございます。あとは、カフェとか行ってんだよね、最近遊びに。藤沢の。あ、グリーンマンゴー？さん。え、カフェはあんまり行ってないよ。あ、グリーンマンゴーってお店だっけ？お店でよく酔っ払ってる。へぇ、な、ね、カクテルを飲むの？ラムチャイ、ラムマサラチャイ。チャイ。うん、いいな、おしゃれ。美味しそう。おしゃれ。あったかくて、あ、今の時期最高。あ、ホットなんだ。チャイってホットか。よくわからないけど。あ、そうなのね。そう。ホットなんですね。紅茶みたいのでしょ？ミルクティー。紅茶を牛乳で煮出したみたい。へぇ、煮出すんだ。煮出すまでいかないかもしれないけど、うん、温めて牛乳と水と紅茶の茶葉でなんか、うん、ちょっと軽く煮て、うん、紅茶の成分出して、うん、それで砂糖は入れるのかな、甘い飲料水。はあ、それのお酒なのね。ラムを入れる。ラム、ね、ああ、美味しそう。うん、美味しいよ。甘いけど、なんとも言えない。今度、俺も飲みに行かせてくれ。今度それ、紹介して。うん、紹介するぜ。ありがとう。うん。あとはイベントだね。5月4日土曜日、ゴールデンウィーク、真っ只中の。うん。マイク・アキラ、等のライブ。マイク・アキラ。マグリはそう。ライブ。だいぶ酔っ払ってるね。だいぶ酔っ払ってる。あ、今日はおっぱらで。いや、今日おっぱらで、もう話は終わって。うん。え、どんな話したの？ PA つける話とか、うん、あと、なんか子供が来るから。うん。あ、子供さんも来るの？なんか、ボビバムっていうバンドの人が、子供連れてきたいから、フロア禁煙にしてくれ、つって。続いて言っちゃったっけ。そっか、そういうことね。うん、喫煙場所、ちょっと作らなきゃいけない。いろいろ大変や。また、手伝うことあったらやるんで、言ってね。ありがとう。うん。とりあえず、フライヤーを作る。あ、そうだ。こう、やった。うん。もう写真早めに送っとくよ。あ、ありがとう。うん。よろしくお願いします。配信の写真とかでいいかな？配信のスクショとかで。いいよ。いい。わかった、うん。ありがとう。うん。じゃあ、またかけるね。
い。うん。サンキュー。気をつけて旅行行ってきてね。ありがとう。バイビー。じゃあまたね。ビー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 。バイビー。ビービービー。バイビー。バイビー。ありがとうございます。今のは藤沢の友達でした。イエーイエーそうですね。キポンキポン。キポンキポンはやってますね。じゃあ次なる電話の相手はこの人だ。どの人だ。またいつも一緒なんですけど、例の品川の友達です。おお。出るかな ?DJ ね。DJ の友達です。もしもし。はいはい。あ、カズ君忙しいとこごめん。あ、いえいえ、お疲れ様です。今日も電話しちゃった。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。どうも。チャスチャス。チャスチャスチャス。今日何中今。あ、今、音楽聴いてました。音楽聴いてた。はい。ヒップホップ、やっぱ。ヒップホップ聴いてましたね。ああ。はい。そう。今度、焼津く、来てくれる、ありがとうね。あ、いえいえ。何食べたい、焼津といえば。魚。いや、魚っすよね。ああ。カツオのたたきとか。お土産持ってくよ、カツオのたたき。カツオいいっすね。うん。カツオと。はい、間違いないっすね。あと、食べさせたいもんいっぱいあるな。何が有名なんすか？え？特に何みたいな。やっぱカツオとマグロかな。そうですね、うん、マグロ、うん、いい、素晴らしいです、ね、マグロでもなんか捨てるとこ全然ないみたくて、はいはいはい、全部いろんな肉が食べれるんだよ。ああ、はいはい。そので、頬肉が美味しい、ステーキみたいのにして、美味しいよ。めっちゃ美味しいよ。ばっか美味しいよ、ばっか美味しい。うまそう。うまそうでしょ。はい、ご飯食べたの、今日。飯も食っちゃいました、ね。あ、食っちゃった。食っちゃっても、はい、うまそうに聞こえるとは。はい。ありがとう。いや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 。魚、地元そんな魚有名じゃない、山なんで。山、何が有名？いや、自分の、山菜とかは取れるっすよね。山菜、あー、いいね。山菜。おこわにしたりするの？天ぷら。あー。ナイスですね。あの、ウドの葉っぱの天ぷらとか。ウドの葉っぱ、あやつ知らない、食ったことない。美味しいですよ。へぇ、今度食わしてくれ。わかりました、取ってきます、ね。あー、日本酒。日本酒ね。酒は飲むんだっけ？酒あんまり普段は飲まないですね。あー。外に出かけると飲みますけど。うん。家で飲んだりは滅多にないですね。うん、はい。そっか。で、リハーサルをするわけだよね、焼津で。そうですね。やっぱバンドスタジオ入って、うん、はい。品川ってずっと言ってるけどさ、はいはい。品川水族館とか行ったことあるの？品川水族館行ったことないんすよ。ない。はい。どうなんだろうね。あ、ちょっとなんかアクアパーク品川ってとこあるらしいね。え、わかんないっす。わかんない。どっかなんかある。天王洲アイルは？天王洲アイル。なんすかそれ。え、品川って調べたら出てきた。品川は何あるんだろう。結構なんかそういう施設いっぱいあるよね。まあ、品川水族館は結構有名ですよね。ああ、なんか綺麗なとこいっぱいあったよ、はい。アクアパークっていうとこがね。はいはい。すごいなんか。普段俺出歩かないから。ああ、そうなの、ね。今度デートで行ってみてよ。デートデートっていうか、デートっていうか、下調べで。はいはい。ねえ。そうっすね。うん。品川は。品川で遊ぶのも面白そうだよね。でもお金かかりそうだけどね。あ、まあ、都内は金かかるっすよね。うん。なんか神社もあるらしいね。あー。品川神社。なんか、いろいろある、品川区って結構いろいろあるんですね、うん、神社。はい。あと、商店街。うーん、いいね、商店街。商店街を歩くのも面白いですよ。あ、俺好き。なんか焼き鳥とか売ってんだよね、立ち飲み屋とかで。
そうです立ち飲みっていうか、はい、焼き鳥売ってて立ち食いできんだよね。そうです、うん、うちの近所にあるんですよ。ああそうなんだ。はい、もうほんと道路沿いで焼き鳥焼いてて、うん、なるほど。今度は行ってみようぜ。いいですね、うん、行きましょう。はい、ごめん、ちょっと時間になっちゃったからね、またかけるね。はい、ありがとうございます。ありがとうね、いつも。はい、いえいえ。サンキュー、助かるぜ。はい、いいっす。バイなら、バイなら。はい、バイバイ。はい。今のは品川の友達でした。次なる電話は、ちょっとグループラインに挑戦してみたいと思います。出るかな？昨日かけて出なかったんですけど。音は鳴らない。また出ないパターンじゃないです。まず出なそうです。30秒待っています。ちゃちゃかちゃ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 、俺がマイク、俺がマイク、どこにいるから俺がずっと叶えてあげるあなたの夢を、こうやって膝元の中から出てくる。あー出ない。気づいてくれ。あー出なかった、もうダメだ。あーダメでした。ちょっとちゃんと打ち合わせしときます、これから。じゃあということで出なかったので、また来週かけてみて、出たらラッキーということで、皆さん今の時間忙しいみたいで申し訳ないです。じゃあね、ちょっと最後にね、僕の曲を聴いてください。歌っちゃうんで、皆さん、あ、コメント見てなかった。コメントもない。あ、ジミーさん、こんばんはです。じゃ、最後に、僕の曲聴いてってください。PV はあるんでね。PV も、YouTube でチェックだシート。ラブソングです。 I love you more than other. Thanks for you and to easy. あなたに届ける。 Yeah, 俺の PV だぜ。 あなたといた、あなたといた。やめておけばよかった、外れた道はサンライズ。やめてはいけない、そう直接は言わないけど、夢で見るシルエット、尋ねかけど目覚め。隠れた優しさ全て僕のため、選んでくれた雨の定め、あやしてくれるあなたのかけら、遠くへ山を越え会いに行けば、切なく燃ゆる時間を過ごして、終われば幻影、悲しさなんて微塵にも満たね。ただ支えてくれる風のふわりと吹きこぼれた柔らかい心地よさを持つ大人の心に、また無邪気になる僕、涙からして笑って Play us あなたに、自分の試しをそのと掴むだけ。ラストネーム呼んでラストチャンつけてラストロー会える、支配のない道ラスケ抜ける。 This is last ride。 2番もいっちゃっていいですか。 To easy あなたに届ける。 Thanks for you as done LBC あなたといた、あなたといっぱいいるぜ。彷徨ってた僕を救ってくれた、どうせと言ってた僕を、
こんなにも尽くしてくれる、温めてくれる、終わりと春の陽気に似たあなたの心、些細なメールの言葉で僕を高めてくれ、やる気にさせ、だからなせる、混ぜて稼せる、やれる、なしてる、どうしてる、そうやよ、ふんやよ、どこ行っても包んでくれた、だからお返しを、この曲でありがとう、これからもよろと、こうしてラップして実証する、病んでた僕を快適に戻してくれた、期待通りになれたかな、僕は言う、あなたのおかげ、ここに冬の都、どこまでも涙からして笑って Play us、 あなたに自分のため幸せもっと掴むだけ、ラスネーム呼んでラスちゃんつけてラスゴール会える、支配のない道ラスケア抜ける、 This is last ride。 ありがとうございます、ありがとうございます。というわけで19時は24分になってきました。明日も晴れるといいですね。あ、今日曇りだ、わからない。はい、笑ってプレイアース。というわけで今日のことは especially for you、 あなただけに、あげたにもあげたい、 especially for you、 この言葉を覚えていってください。マイクアキラでした。バイナラ、バイナラ、バイチャー。ありがとうございました。